ラテンアメリカポイントの5つ目ですけれども70年代以降の新米軍事政権というふうに示しましたがアメリカとつながってその独裁権力を維持していったそういう国がいくつかあるんですが代表例としてチリを挙げましょう。 えー、チリについてはです、ねまあ、1970年に、えー、選挙が行われてです、ね、実は左翼政党の連合体であるチリ人民連合というのが選挙で勝利をしているんですよねそしてその、えー、中心的な人物であったアジェンデという人物アジェンデ大統領ですねこれがあの当選をしています。 実は意外な感じがしますが、えー、民主的な選挙で民主的合法的な選挙で、まあ、本格的な左翼政権、えー、左翼政党の指導者が、あのー、大統領、えー、権力を握ったのはこれが初めてのことなんですね。でまあアジェンデ大統領は、まあ、企業の国有化や土地改革を行っていくわけですが。 これは、えー、保守層、軍部かからの反発が非常に強かったですよね。でまあ、特に、えー、アメリカですよねアメリカ合衆国にとっては、まあ、合法的に社会主義国家が生まれてしまったら政権が生まれてしまったら、まあ、それをほっとくとどんどん広がっていってしまうということでですね、まあ、ちょうどこの時70年というのはニクソン大統領の時代ですけれどもそのニクソン大統領とまあ、えー、あの 国務長官に、えーまあ、ヘンリー・キシンジャーというのが、ね、いましたけれども、まあ、それがです、ね、このチリにさまざ、あ、まな介入をしてきますその介入の最たるものが、えーまあ、アメリカの力によってチリの経済経済封鎖ですね、まあ、金融封鎖を行うんですねこれで経済を混乱させて、まあ、アジェンデ政権に対する不満を高めでそのアジェンデを排除するというふうな形をとって、まあ、軍隊にクーデターを起こさせる。 これは全部もう今はあの文書等が公開されてアメリカがバックにいたってことが分かっていますでそのクーデターを行ったのがチリの軍人であったピノチェトという将軍ですねピノチェト将軍このチリ人民連合のアジェンデ大統領それを崩そうとしたピノチェト将軍のクーデター73年ですね、まあ、大統領府をなんと戦闘機で爆撃するっていうねそういうところまで軍事力を使って 結局このアジェンデ政権を崩壊させ大統領府にね突入しアジェンデ側と銃撃戦になってアジェンデ大統領は最終的には自自ら銃で自殺ををすするといいう最後を遂げています大統領府の中から何度かラジオを使って演説をしていますこのクーデーターの最中にね。 そしてこのピノチェと将軍による民主それから左翼勢力の弾圧の嵐が吹き荒れるわけですよねどんなに少なく見ても3万人を超える人間が犠牲になったのではないかというふうに言われていますこの弾圧によってですよねこのあと長くピノチェとがスチリの指導者になるとこういうことになりますつまりこれは 民衆のその合法的な選挙の結果が、まあ意図的に潰されてしまったというふうな例、そしてまあ非常に重要な動きなのではないかなというふうに思います。この白黒の方がですね、アジェンデ大統領ですね。それから右側のカラーがピノチェト将軍です。いずれもチリの関係者ということでね、やはりこれも国名と人名を結びつけて間違えないようにしてほしい。 それから実はプリントはこのポイントの5で終わってるんですけどポイントの6を地図の横が少し空いてるので付け加えておいてほしいと思いますアメリカの介入さらなるアメリカの介入の動きとチリもアメリカの介入って言っていいと思いますがさらなる介入の例がいくつかありますのでそれを紹介しておきましょうまず介入その1グレナダ カリブ海に浮かぶ島国、グレナダです、ね。グレナダで、八十年代に左翼政権が生まれるんですけれども、この左翼政権を潰すためにですね。アメリカ人の保護を名目に、アメリカ軍が介入・侵攻し、最終的にはグレナダの左翼政権は崩壊をしています。これを二回入したのが、レーガン大統領の時代ですね。八十年代のレーガン大統領の時代というのは、レーガン・サッチャー・ナカソネ。 コールと西ドイツのコールですねこの4人が、まあえー、右派的な、ね、そういうまあ政治家として、まあ、西側諸国のトップに、えー、いたわけですけれども、まあ、そのレーガンが、まあえー、最高派というんですかね強硬派だったわけですね、まあ、その左翼政権、まあ、これもちろん合法的にできたわけですけれども、まあ、それを潰しています80年代の出来事ですねレーガン政権ですからそれからもう一つ挙げなくてはならないのが パナ,マですパナマについてはセオドア・ルーズベルトの時にコロンビアからの独立を支援してパナマ運河条約でパナマの永久使用権運河とその地域のねこれを手に入れたと言いましたでさすがにこの1970年代80年代になってですねこのパナマがアメリカの一部だっていう状況はやはりおかしいわけですよね。 で人権外交を標榜したカーター大統領の時代に、えー、パナマ運河条約はです、ねえー、結び直されて新運河条約が結ばれて実はパナマ運河は1999年3月31日だったんですね、12月だったかな、まあ、どっちかですね、えー、99年ですか、12月かな、31日をもってアメリカに返還されるということが決まったんですね。 で決まったんですけれどもその99年がやってくる前に80年代にレーガンの時代になりました、まあ、カーターの時代は70年代というふうに大体考えるといいでしょうね70年代後半と考えるのがいいと思いますで、まあ、レーガンの時代になるとこのパナマ運河を返還するとですね アメリカ合衆国の太平洋と大西洋のつながりというのが非常に悪くなって安全保障上よろしくないというふうな意見が強くなってです、ねえまあ、再びこの新運河条約を結び直すことはもう不可能ですから、えー、レーガンはです、ね、パ,ナマをパナマにアメリカの息のかかった人間を送り込んでその人間をパナマの指導者にすれば アメリカの安全保障上都合がいいいだろうというとうに考えてですねアメリカの CIA= 中央情報局が訓練したイエという軍人ですね、これをですね送り込んで、まあ、パナマの不安定化工作というふうにアメリカは呼んだんですけれども、これを行うんです、まあ、不安定化させて乗り上げを、乗りエガをトップにつけると、で実際に乗りエガ将軍はパナマの最高権力者になりました。 しかし最高権力者になった途端にですねそこがどっちが先かっていうのは微妙なところなんですけどもアメリカのコントロールを離れて、まあ、最高指導者としてアメリカの言うことを聞かなくなります。で言うことを聞かなくなった乗エガを排除しなければならなくなったアメリカはですねかなり強引な手を使って89年。 89年は冷戦終結の年ですから大統領としてはブッシュ大統領、ブッシュ父親ですよね、父親のブッシュの時代ですけれども、アメリカ軍がパナマに軍事侵攻、民間人の犠牲者も多く出ています。 そして、えー、大使館に逃げ込んだ、ギリシャだったんですか、ね、の大使,館大使館に逃げ込んだ乗エガ将軍に、まあ、出てこいというふうに包囲してで、最終的にはノリエガ将軍が出てきて、アメリカ軍に逮捕されて、逮捕ですかね、拘束されて、アメリカに連れていかれると、罪状は、えー、麻薬密輸罪と、こういうふうな理由をつけてですね、ちょっとあの普通に考えると信じられないんですよね。えー 一国独立国としてのパナマに米軍が麻薬密輸の罪だという理由で米軍が侵攻しそしてそこの最高指導者を連れていってしまうわけですよね。あのーまあ、アメリカの,その中南米諸国に対する強引なやり方の、えー、最も有名な例なのではないかなと思います。でノリエガ将軍はですね服役をしています。こういうい形でアメリカの刑務所に服役をしていると でもう10年近く前ですけどもね、フランスへ実は別の、ね、罪で移送されるということが決定したというニュースもありました、まあ、こんな形で、ですね、まあ、最後の、ね、チリとグレナダ、そしてパナマは、まあ、アメリカの強引な中南米に対する、ね、動きがよく表れている、まあ、そういう事例というふうにまとめて捉えておくといいのではないかなというふうに思います。 まあこのアメリカの中南米に対する、ねえー、その対応の傾向というのはいまあ、未だに続いている部分があるのではないかなというふうふに思いますので、まあ、歴史的な、ね、アメリカ合衆国と中南米の関係それをしっかり、ね、見て今を考える必要があるのではないかなというふうに